今日は終わります。この位置にしてるっていうことは、はい、じゃあ行きます。今日最終日になるので、引き手伝ってまた帰ります。ではそれでは今から帰ってきました。後期7日間B 級講習会の方に参加をさせていただきました。前期後期合わせて14日間、皆様に、いろんなご協力をいただきながら、支えをいただきながら、講習会をやることができました。ありがとうございました。講習会に参加してくれてる皆さんも、もう本当にこの YouTube のところを登録してくださったりとか、いろいろとね気にかけていただいて、ありがとうございます。より、僕がこう活躍をして、結果を出して、お見せすることが皆様の恩返しになるとは思うので、そういう質問をやっていきたいと思います。また明日から来期に向けて、の話が出てきたり、いろいろとね、現実にこう戻っていくんですけど、一つ一つ頑張っていきたいと思います。ではおやすみなさい。ワールドカップ見ながら仕事します。仕事の動画編集します。今日午前中、吉田さんの方で出張授業があるので、そちらやってきて、スクール行ってきます。では、はい、じゃあスクール行ってきます。仕事に行きたいと思います。では、行ってきます。入札します。イベントの後にあとチーム活動もあるので、そちらもやってみます。Vlog の方すいません、まだまだ編集できてない。すぐやります。では行きます。今週はこの辺りで終わりにしたいと思います。お疲れ様です。ライセンス講習会が終わって普段通りと思ったんですが、いろいろとチーム活動も始まりまして、怒涛の日々で、気づいたらもう日曜日で、本当に今余裕がなくなってます。11月の終わりってこともあって、来期に向けての契約更新の話だったりでいろいろと、出てきています。年々この時期になってくるといろいろとストレスがなんかかかってくるなっていうところで、辛いところもあるんですが、頑張っていきたいと思います。では今週もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。